アーセナル、8000万ポンドであの問題児を夏に獲得へ。アーセナルはブルーノ・ギマランエス陣営にアプローチした。ブルーノが CL クラブと話をすることを許可され、彼の放出条項1億ポンドを下回るオファーが8000万ポンドを超えるのであれば、それに応じるという口頭合意が成立していると90人は理解している。なんかギマランエスの話、現実味を帯びてきたな。ギマランエス普通に欲しいです。賛否両論わかるけど普通に欲しい。6番8番タイプ両方できて怪我もめったにしない。まあ性格はある程度、例えばがなんとかするでしょ。ギマランエスったらなんだかんだで応援されるとは思う。ギマランエスみたいな選手でもアーセナルのユニフォーム着てたら愛しちゃうんだろうな。ギマランエス来たら今のスカット唯一の悪道キャラになっていいアクセントになりそうだ。チームから嫌われる潰し屋とか最高以外の何者でもない。